5月24日金曜日、英語ニュースの時間です。ヨシハルハブ equals 将棋 win record。今日はハブ九段のニュース取り扱っていきたいと思います。記事は共同ニュースからです。ハブヨシハル九段が equals、これね、何かと同等にするとか、イコールの状態にするときに使われる英単語です。対等に並ぶという意味ですね。で、何と並んだのかっていうと、将棋 win record。将棋の最多勝利記録に並んだ。しかも最年少で並んだっていう、もう、ビッグニュースなんですが、では本文いきます。東京、将棋チャンピオン、ヨシハルハブ、marked his 1433rd victory Thursday at a tournament in Tokyo, matching the record set by the late Yasuharu Oyama. Habu 48 achieved the feat 33 years after he debuted in the shogi world and with a winning percentage of 70.8%, outpacing Oyama's accomplishments. はい、ちょっとここでね、まあ、ここまでが前半みたいになってるのかな。うん、ちょっと一旦止めますけど、1433勝目。これで、タイ記録として並んだんですね。で、こういうね、1433。これもね、地味にね、読みづらいよ、これ。1433rd victory. 1433rd.まあ、例えば14とかね、14とか、143とかだと、143。だけど、これ、1433っていうね、これをパッと見て読めるかって、まあ、このあたりとかね、問われてくる記事だなっていう感じはします。433rd victory Thursday at a tournament in Tokyo, matching the record set by the late Yasuharu Oyama. Habu 48, 48歳で、はい、達成されたんですね。Achieved defeat 33 years after he debuted in the 将棋 world. このね、debuted っていう、これもね、ちょっと難しかったんですね。debuted かな ?debuted かなとか考えちゃって、なんか一発で読めませんでした。デビューするという動詞、debut の、過去形で出てきています。Have 48で48歳で、達成したんですね。33 years. これもね、なんかさっきは 33rd って読んだから、33rd って読みそうになっちゃって。でもこれ、33 years after he debuted in the 将棋 world っていう、1433勝目の方と33年、5?うん、このね、読み方の違い、これポイントです。本当にこの記事難しいから、読むと、ちょっとぜひやってください。で、winning percentage of、これもね、percentage じゃない、percentage って、どっちだったかな、アクセントみたいな、こういうのがあるんですね。で、後半戦、じゃあちょっと行きたいと思います。Oyama achieved his record number of wins when he was 69 years old, 52 years after his debut. 今度はこれ、名詞で出てきてるんだ。debuted じゃなくて、his debut。debut っていう名詞ですね。His then winning percentage was 64.8%。はい。このあたり何が書かれてるかっていうと、勝率のお話が書かれています。勝率のお話、そして、デビューしてから、何歳の時にその、こうデビューしたか。で、デビューしてから何年後にその、最多記録に、行ったかっていうところの、この、大山康晴さんと羽生善治さんの比較がね、数字ベースでされてるんですけども、この辺もね、結構難しい。本当にね、手を動かさないと無理っていう感じですね。まあ私の場合はね。はい。Habu is the ninth down player. これもね、面白いというか、こういう言い方なんだっていうのが分かったんですけど、9段の選手ですと書かれています。段ってそのまま段でね、乗せちゃうんだっていう感じですけど、しっかりね、ただその後に段って何なのかっていう説明がされてます。The highest in the six level system used in the traditional Japanese board game. ここでもね、やっぱね、six とか入ってきてて、この記事本当に一文に入ってくる数字の率がね、すごい多いんですね。
He became a professional player when he was 15 and rose up the ranks, winning his prestigious Ryu title at 19. He also wowed the Japanese public by becoming the first ever player to become the honorary champion of all 7 major titles in 2017.難しいよね、この記事は。はい。まあ、ここもね、15歳とか、19歳とか、2017年とか、いろんな数字が入ってきてるんですけども、まあ、この記事、あ、この記事じゃない、このブロック、うん、で、注目したいのはね、wow っていう動詞ですね。で、wow って言うとね、なんか wow みたいな、あのね、イメージ強いんですけど、そう、感嘆詞としての wow でね、わーとか、おーとかいう意味ももちろんあるんですけども、動詞として、人をびっくりさせる、誰かをこうわーっと驚かせるっていう動詞の意味があるんです。なので、wow に ed で、he also wowed、 彼は、驚かせもしたっていうようなね、書かれ方がしてます。wowed。これね、結構使われるんですね。でもなかなか学校とかの、授業だとね、習うことないなっていう感じはする。面白い英単語だなっていうふうに思います。さあ、最後の一文。Habu received the People's Honor Award in 2018, making him the first recipient of the prize from the world of shogi. はい。読むのが大変でした、この記事。うん。ね、ほんとね、結構ね、この記事ね、パッと見てさらーってノーミステイクで最初から最後までいけたとしたら、めちゃくちゃ、自信を持っていいんじゃないかなっていう、そんな感じのね、記事でした。はい。あ、今、もう結構8分ぐらいになってるか。うん。今日はね、結構長めにお届けしましたが、英語のニュースから学べる英語表現、毎日お届けしております。今日の動画もぜひ、なんか参考になったな、いいなって思う点あったら、ぜひ高評価ボタン、この辺にありますかね。はい、ピッと押していただいて、この動画のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow! Bye bye!